次のニュースです。3月30日、国際交流で友情を育もうと、県西部の人たちとアメリカから訪れた人たちが、4年ぶりに日本文化の体験を通して親睦を深めました。I will play in first, Sakura.交流したのはフレンドシップフォースの鳥取クラブとアメリカフロリダ州のクラブのメンバー合わせておよそ50人です。フレンドシップフォースは世界68カ国におよそ380のクラブがあり、さまざまな国の人同士が交流しています。この日は鳥取クラブのメンバーから琴の演奏や着付けなどについて教わりながら親睦を深めていました。鳥取クラブはさまざまな国の人たちをホームステイでもてなしながら、文化や歴史などを理解し合い友情を育もうと23年前から活動しています。これまで新型コロナウイルスの影響でお互いの国を行き来することができず、今回は4年ぶりの交流となりました。こういう関係がもういろんな国々で引き続いて行われて、より良い世界になればいいなと思っております。We learned a lot about Japan, your culture, your history, your geography. We had a wonderful time. メンバーはおよそ2時間、日本文化を体験しました。英語の返し方を知りました。留学した時とかに、英語を話して生かしていきたいと思います。The best thing are the people. I love the people. Part of it was the history of Japan, so it's very nice being here to see and be a part of the Japanese culture now. Very nice. フレンドシップフォース鳥取クラブは今年8月にオーストラリアを訪れ、シドニーのクラブと交流することにしています。